こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁です。前回からですね、春雨のですね、詩を読んでいますが、今回は連作6首の第3首ですね、それをご紹介します。ですね。かな？はい。春雨絶句六首の三、陸遊、剣南志向巻22のに収められている詩ですが、67歳の時のですね、詩です。それではですね、読んでいこうと思います。天候をですね、これはまあ天帝とかいうね、天の神さんです。三房ですね。三房をですね。破らんですね。敗戦ですね。と欲する。に似たりとですね。もう三、お蚕さんですね。じゃあ棒、これ非常にこう珍しい字ですけども、まあ、麦のことですね。ね、ですからですね、クワですかね。クワのお蚕さんが食べる桑とか、麦ですね。その農産物、ね。それを、ですね、台無しにしようとしているかのようだと。いうことですね。で、この珍しい棒というのは何かというとですね、これは、王院の字ですね。ですから、ですね、まあ、特殊な字、が使われるんですね。同じ韻を合わせなければならないからね。だからこれは、どうしてもこの字を使わなあかんからこれを使ったので、本当は、何のことを言ってるのかと。言うと、まあまあ、ですね、これに似たものといえば、まあ、麦と考えればよろしい。春にですね、成長してくる麦ですね。初夏には麦秋ということで収穫になりますが、それに向けて成長するときにですね、雨がいっぱい降って、まあ、良くないことになってしまう、収穫がですね、危ぶまれると、そんなことを、ですね、心配する、いうことと、あと考えていいと思いますね。そして、第二部ですが、雨は、南山ですね。南山を犯して、南の山ですか？ね。くるるも、収まらず。ということで、ですね、まあ、南の山にずっとですね、雨が降っていると。で、夕方になってもですね、その雨は収まらない。ずっと雨が降っていると、いうふうに、言っています。ですから、まあ、ほんまにもうね、お蚕さんや麦がですね、台無しになってしまう。ですね。そういう気になってしまうと、そういうことをですね、雨が降り続いて、農産物に影響するのを心配していると、そういうことが第一句目二句目ですね。天候、三房を破らんと欲するに似たりと、雨は南山を犯して、くるるも収まらず、
というですね、非常に深刻なですね、情景を呼んでいます。で、三四句はどういうものかというと、外女ですね、知事、いいですね、これ外、アホ、いうことですね。ね。まあ、幼い、ね。女の子。ね。知事。まあ、にも、アホな、男の子、ということですね。で、なんぞ。これを、思わん。ね、ちっちゃな子供たちはですね、幼い子供たちはどうして、こういうことをですね、思うだろうか、思うことはないということですね。で、むさぼりですね、見る、加藤のですね、成功に見つるをと、ね、ずっと見てばかりいるというね、むさぼり見ると。で、何を見るかというと、かと、これは虫片がついてるとですね、よくわかるんですが、まあ、虫片がなくても同じです。まあ、ひしゃくのような、形のものですけども、これはおたまじゃくしのことですね。おたまじゃくし。まさにこれ、おたまとか、ひしゃく。日本語でもそうなんですけども、中国語でも、ひしゃくの形をした生き物。おたまじゃくしです。それが、清らかな溝に、ね、いっぱいですね、うようよ。しているのをずっと見よると。ですね。雨が降っていることで農産物が心配だと。大人は、ですね、そういうことをですね、考えるんだけれども、そんなことは全く考えずと、ですね、あ、おたまじゃくしがおるってですね、それをずっと見よるですね、何の心配もしよらんと、いうですね、このギャップですかね、そういうことをですね、読んでるんやと思いますね。外女、知事、なんぞこれを思わん。むさぼり見る、加藤の、成功に満つるを、ということになります。もう一度言いましょうか。春雨絶句、六種の三、陸遊、天候、三謀を破らんと欲するに似たり、雨は南山を犯して、くるるも収まらず、外女、知事、なんぞこれを思わん。むさぼり見る、加藤の成功に満つるわ。ということで、ですね。これは、下表11遊の印に属します、ですね。某、衆、こう、ね。これが印を踏みますね。そして、表則ですけども、根表ですね。欲足、残、表、毛、毛か、足、山表、不、足、そうですね。に、足、耳、表、念、感表ですね。問う、即、沈表、ということで、ですね、表則を覆ってますね。二四不動二六対、ですね。そして、ここが、裏返し。そして、ここも裏返しということで、前提も裏返しになっているということになりますね。はい、それでは最後に、北京語で朗読しましょう。
春雨绝句六首之三，陆游。天公赐予拜残谋，雨报南山目不收。儿女痴儿拿念子，贪堪蝌蚪满清狗。狗天公赐予拜残谋，雨报南山目不收。儿女痴儿拿念子，贪堪蝌蚪满清口。ですね。大人は、ですね、収穫、農産物のことをすごく心配するけども、それをよそに、子供らは、ですね、まあ、お玉弱子に、ですね、をずっと見よると、ですね、何の心配もしよらんと、そのギャップを読んでいるということで、まあ、どういうことですかね、陸遊はそういうですね、これ、深刻そうでそうでもない感じはするんですね。そういう見方のできる詩人だということだと思います。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。